地図スマウラ山上遊園は、兵庫県神戸市スマ区の八伏山と旗振山の山頂一帯に広がるスマウラ公園内の植物園、遊園地を含む緑豊かな公園である。山陽電気鉄道の子会社、スマウラ遊園株式会社が運営していたが、2019年12月1日から、山陽電気鉄道の直営となった。山陽スマウラ公園駅に直結する、 スマウラロープウェイとカーレーターを乗り継ぐと山頂エリアに着く。山頂エリアにはスマ海岸北海峡から六甲山地まで360度のパノラマを楽しめる回転展望角や林間の散策路があり、さらに観光リフトで谷を渡ったところには噴水ランド、サイクルモノレール等が設置された遊園地がある。施設のほとんどは開園時からのもので。 レトロ感を楽しむことができる。その西に名所として知られる梅林、浜那須園、富士の園といった植物園が広がる。また園内には六甲前山重走路が通っており、ハイキングする人のための登山道や周遊路も整備されている。なお、以前は同地にドレミファ噴水パレスという噴水、光線、音響効果をミックスさせて、 観客を楽しませたホールがあったが、老朽化や利用者の減少で1987年11月に閉館し、建物もすでに解体されている。ありがとうございます。